レンドのパパです。はい、今日からですねちょっとリア周りのねパーツの取り付けをやっていきたいと思いますので、まずはですね、バックドアの内張りの外し方からやっていきたいと思います。はい、ではですね早速外していきたいと思います。まずこちらですね、真ん中のところと左右のところですね、が外しますんで、まずここにね内張り外しを入れていただきます。手前に外れますんで、はい、まずね、真ん中のパネルが外れました。まあ、クリップはこんな感じで、いつもとね、よく見かけるクリップなんで、たまにですね、このクリップがこちらの車両側に残ることがありますので、残った場合はこれですね、スライド式ではまってるだけなんではめてください。では次ですね、サイドの部分いくんですけど、パワーバックドアの装着した場合はここに三角の、ね、カバーがありますので、これをね、外します。これは普通にこじるだけでこういった三角のやつが外れます。これを外します。であとはですね、こちらがねフリーになっているので、手前に引いていただくだけですね。はい、こんな感じですね。次はね反対側同じように外していきたいと思います。ここはね爪で引っかかってるだけなんで、横にスライドすると、これね、ここに引っかかってるだけなんですね。では次こちらですね、パワーバックドアのカバーですね。こちらを外します。はい、外れました。はい、次ですね、こちらにクリップがありますので、これをね、真ん中押してやります。ですね。こちらもですね、よし、これで外れました。はい、次ですね、こちらの取っ手のところですね、取っ手のところもね内張り外し入れてもらったら反対に外れますので、これで外れました。これでね外すものは以上です。あとはね内張り全体をね外していきたいと思います。はい、ではですねこちら外すもの全部外したので、あとはねもうクリップを抜いていくだけですね。で端から手前に引っ張ればいい感じですね。である程度外れると重さで折ってきますので、そこだけ注意してください。周りを順番に外していく感じですね。はい、これで外れました。はい、こちらですね、外れた内張りになるんですけども、よく見てもらうとですね、こういう感じでクリップがないところがあります。ここはですねこういう感じにね車両側に残りますので、これをねクリップ外しとかでね外していただいて、あとは戻していただければ OK です。これね残ってると次はまらないのでね、必ず確認だけしてください。はい、ということでですね、今回はですね、バックドアの内張りですね、こちらの方を外してみました。で、次回の動画からですね、リア関係に関するパーツをね、順次取り付けていく動画をね、配信していきますので、ぜひご期待ください。はい、今回の動画ですね、参考となったと思われた方は高評価お願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、当チャンネルはですね、メンバーシップ制度を導入しております。メンバーさんになるとメンバー限定の動画、メンバー限定のライブですね、こちらの配信をしておりますので、ぜひねご加入の方よろしくお願いいたします。
でまたですね、ゴールドクラスですね、真ん中のクラスがあるんですけども、そのクラスに入っていただくと、LINE グループへのご招待をしております。で LINE グループに入るとですね、リアルタイムな会話、車の相談でも雑談でも常にね、会話が盛り上がってますので、こちらの方ね、特に初心者の方おすすめですので、ご加入のご検討の方よろしくお願いいたします。で動画更新の際には、Twitter の方からですね、告知ですね、動画の更新、ライブの配信の開始のタイミングで、Twitter からね、告知させていただいておりますので、アカウントをお持ちの方は、ぜひ私のフォローの方よろしくお願いいたします。はい、こちらの動画ですね、最新の動画となっております。こちらの動画、おすすめの動画となっております。この後もご視聴よろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。